はいどうも、セデンユーチューバーです。はいどうも、光内閣総理大臣です。ということでね、今回ね、購入したのは、お宝発見っていうね、お宝鑑定館にて、リサイクルショップのね、購入した商品を紹介していきたいと思います。今回ミニカーですね、ホットウィール。はい、今回買ったのはね、こんな感じ、4台ありますね。でね、値段から見ていくと、こいつが150円、200円、100円、200円とね、100円から200円ぐらいの、ね、商品が全部ですね。ということで、一つずつ見ていきましょう。まず、こちら。はい、開けていくと、これね、全部ね、ホットウィールなんですけど、まあ、値段が違うのは多分デザインかな。デザイン？はい、雲みたいな形の、ちょっとね、雲を多分イメージしてるんだと思うんですけど、裏側ちょっとちゃんと見ていくと、見えるかな。これホットウィールじゃない？あ、ホットウィールだね。ホットウィールってここに書いてあるね。はい、スパイデスプレンスみたいな感じで書いてありますね。はい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 。まあ、全体的に、紫、薄紫と薄い青。で、塗られてる感じ。おー、かっこいいね。これはね、まあ、てか全部かっこいいから買ってきたんだけどね。はいはい、装甲もいい感じ。さあ、続きまして、こちら。200円だね。ちょっと高いね、この中では。まあ、ホットウィールで200円は本当は安いんだけどね。おー、これね、上がなんかちょっとね、なんだろう。まあ、オタク、板車？いたしゃみたいな。なんか日本語書いてないこれ。早っって書いてる。ホットウィール早っつって。おー。おー。裏金だよ、裏金。裏金ね、裏金。よし、さあ次。じゃあ、これ一番安かったね、今回は。100円でした。まあ、ホットウィールで100円っていうのはね、まあ、売ってないこともないけど、結構状態悪くて100円っていうのが多いから、これはね、ちょっと状態、まあ、超いいわけでもないけど、まあまあ、まあまあじゃない状態。まあ、ホコリがちょっと入ってるから、後で綺麗にした方がいいかな。ペプシネックス。あ、コーラ飲みたくなってきた。ちょっとホコリっぽい感じはあるけど、なんかそれが逆にリアルな車みたいで、いい感じ。ペプシの車だね。ホットウィール。おー、これが100円でした。さあラスト、これも200円ちょっと高かったんだけど、色合いが気に入ったんだよね。この色合いとさ、このマインクラフトみたいな感じ、わかるかな、この感じちょっと気に入って200円になってくる。小田白だね。なんか前面はこんな感じ、ちょっと見えるかな、前面はこんな感じ。おー、でナンバー9ホットウィールってここにちっちゃく書いてある。お、後ろ開いてんだ。これなんで荷物詰めないやん。あ、これなんかレゴにちょっと近い。だからレゴをイメージしてるのかな、マインクラフトっていうよりも。多分年代的にレゴだろうね。レゴをイメージしてるな、これ。あ、でも2012年だね。ふん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 。タイヤの色も、ま、前輪と後輪で違いますね。走行の方もなかなか、あ、滑らか。こいつも走らせてみよう。あ、こいつ滑らかじゃない。地域言ってる。逆にリアルだね。で、こいつは滑らか。オッケー。かっこいいね。では、回転台の方にこちらにあるんだけどね。乗せていきましょう。はい、ということでね、今回はホットウィール4台紹介してきました。中古だけどね、状態も良くて、走りも良くて、デザインが気に入ったのを選べるっていうね、非常に素晴らしいです。中古ホットウィール。いや、ホットウィールはね、トミカと違って、架空車なんだけど、アメリカンなかっこよさがあるから、すごく僕好きです。僕アメリカンなの好きなんで、すごいかっこいいなと思いました。まあ、今回一番のお気に入りはこちらですね。まあ、200円としてね、ちょっと高かったんだけど、すごいかっこいいなと思いました。ということでホットウィール紹介しました。今回のことについてはね、ライブドアブログの方にも書いておくので、そちらもチェックしてみてください。あとは、YouTube じゃなくて、概要欄に貼ってあるかわかんないけど、まあ Twitter とかもねやってるんで、 Twitter の方もよかったらチェックしてみてください。ということで、バイバイ。